皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、トレーニング後にやってはいけないことというテーマでお話をしていきます。私個人の見解ではあるんですけども、こういうことはトレーニング後はなるべくしない方がいいですよと、で逆にこういうことをしてほしいなというお話をさせていただければなと思います。トレーニング後にまずやってはいけないことからお話をしていくんですけども、これだけは絶対にあかんっていうことは正直ありません。絶対にこれをやったら筋肉つきませんとか、トレーニングやったのは台無しになりますっていうことはないので、そこまで深刻に考えないでくださいっていうのをまずはお伝えをしておきます。その中でもなるべく下げていただきたいっていうのは、トレーニング後に長時間有酸素運動をすることですね。トレーニングっていうのはもちろん筋肉をつけるため、筋力をつけていくために皆さんやっていらっしゃると思うんですね。その筋肉つけたくない方もいらっしゃると思うんですけども、女性の方とか、ボディメイクのためとか体の機能を、向上させるためにトレーニングをされている方が非常に多いと思うので、その観点で考えると、トレーニング後に長時間有酸素運動をするっていうのは実はあんまりお勧めはできないことなんですね。トレーニング終わった後でこう有酸素運動をすると痩せやすいイメージあると思うんですね。実際に筋トレをした後っていうのは体脂肪が燃焼しやすい状態ではあるんですけども、トレーニングをすると筋肉の合成を促進する、その一方で筋肉の分解も促進してしまうんですね。やっぱりトレーニング中ってエネルギーをどんどん消費していって、トレーニングが終わった後というのはエネルギー不足の状態になっているので、体脂肪をエネルギーに変えるっていうのはもちろんなんですけども、筋肉も分解してエネルギーに変えようとしている状態に体があるんですね。その状態で有酸素運動を10分とか20分とか、その短時間でしたらそんなに影響はないんですけど、例えばね1時間とか2時間とか長時間食事も取らずにずっと続けてしまうと、もちろん体脂肪もエネルギーとして使われていきます。ただその一方で筋肉も一緒にエネルギーとして分解されていってしまうので、ボディメイク目的でやってらっしゃる方なのであれば、トレーニング終わった後でこうすぐにね長時間の有酸素運動に移るっていうのは実はあまりお勧めはできません。では逆にトレーニング後はどういうことをやっていただきたいかと言いますと、よくゴールデンタイムという言葉を目にすると思います。トレーニング終わった後30分以内に栄養を補給しないといけないとかですね、そうしないと筋肉つきにくいですよとか、30分以内に栄養を入れたら筋肉つきやすいですよとかよく言ったりするんですけども、最近はですねそこまで急がなくても大きな違いはないんじゃないかっていう意見の方が科学的にはですね強くなってきています。具体的にはトレーニング終わった後4時間ぐらいの間にしっかり栄養補給ができていれば、それほど大きな違いはないんじゃないかという意見が強くなってきています。なのでトレーニング終わって急いでね無理やり食事食べたりとかプロテイン飲んだりとかできる方だったらいいんですけども、そんなに無理してする必要はなくて、トレーニングが終わったらすぐ帰って食事をとって休んでいただくっていう意識で見ていただくのがいいかなと思います。ただやはりですね、トレーニングから食事までの時間が短ければ短いほどより効率よく筋肉をつけやすいっていうのは確かではあるので、金銭的余裕がある方であればまずは EAA とかグルタミンといったアミノ酸を真っ先に摂取していただく。アミノ酸というのは消化がいらないので吸収までの時間が非常に短いということで、トレーニングが終わったすぐ後に EAA とグルタミンを飲んでいただいて、まずは速やかに筋肉に栄養を届けてあげると。でその上でトレーニング終わった後30分後ぐらいにプロテインを飲んでいただく。その後普通に帰ってトレーニング終わった後1時間から1時間半後ぐらいに食事という流れで栄養摂取できるのが理想ではあります。ただこれにこだわる必要はなくて、普通にトレーニング終わった後帰って食事が取れてればそれほど大きな違いはないですよということは覚えておいてください。少しでも効率よく筋肉つけたいとかパフォーマンスを上げていきたいっていう方は、トレーニング終わってすぐ後に EAA とかグルタミンを取る、そこからちょっと経った後でプロテインを飲む、帰って食事を取るっていう流れでトレーニング後を過ごしていただくのがいいかなと思います。減量中とかでね有酸素運動もやって体脂肪を落としていきたいんですっていうことであれば、トレーニングは終わったすぐ後ではなくて4時間ぐらい空くのが理想ですかね。時間をしばらく空けていただくことで筋肉の分解は最小限に留めることができるので、トレーニングのすぐ後は食事をして栄養補給をしていただいてちょっと休んでいただいた上で有酸素運動っていう風に考えていただくのが一番筋肉のロスを最小限に留めることができるので、参考にしてください。
ください。というわけで今回はトレーニング後にやってはいけないこと、やっていただきたいことについてお話をさせていただきました。他にもですね、こんなテーマで話してほしいということがあればコメント欄に書き込んでいただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。